こんにちは、クッキーマロンの沼田です。今回なんですけど、保護犬の譲渡にあたって発生する、譲渡金などの名目のお金の話についてちょっとしていきたいなって思います。結構お金の話ってデリケートなので、例えば保護犬の譲渡にあたって、寄付金を募るとか、それはやってはいけないとか、 お金の取りすぎ、あそこの団体は金取りだとか、やっぱりどうしてもアンチが存在するんで、そういうのも、そういう意見も確かにあるわけなんですけれども、保護権の上等にあたってお金のやり取りはしていいのかってところと、あとどのくらいのお金のやり取りが許されているのかっていうところで、今日は少し話していきたいなって思います。これについては、 弁護士さんのブログなどを調べると結構いろんな記事が出てきて法律上の解釈では保護犬保護猫保護動物の譲渡にあたってお金のやり取りはしてはいけないとかそ,それについての理由とかあとはしてもいいですよとかそういういろいろな意見っていうのがあるんですけど結論から言うと保護動物の譲渡において お金のやり取りはしても大丈夫です。これは私確認しました。なぜかというと、今までは私保護団体に属して保護犬の預かりのボランティアとして活動をしていたので、事務関係とか経理とかっていうのは、団体に属している別のボランティアさんが担当してくださってたので、私は何もそういうの気にしないで活動ができていたわけなんですけれども、 今は私、お店を開いて、自分の責任で全て、えっと、保護したところから、上渡まで、上渡後のケアっていうところまででも、全て自分の責任においてやってます。そこでお金のやり取りがあっていいのかっていうところを不安だったので調べたんですね。調べたというか、その相手方も お忙しい中、本当に恐縮ですけれども、電話で質問をさせていただいて、メールとか問い合わせ窓口からだと何回も問い合わせなきゃいけないことがあるので、やっぱりその場その場で疑問を解消できる電話で問い合わせるっていう方法を今回は取ったんですけど、その問い合わせた先はまず環境省、あとは埼玉県庁、 あとは保健所ですね。あの、お店の管轄が埼玉県のさ手保健所なので、さっ保健所の動物担当の方に相談させていただいて、なので計3カ所に電話させていただきました。この行政機関の担当の方っていうのは、動物の法律とか条例の解釈においては、一番プロというか、正しい知識とか経験を持っている方たちですので、 あとはもう今のご時世といえば今の時代保護犬保護猫の活動もかなりメジャーでいろんな方が活動されているのでそこの解釈についても一番正しい解釈っていうのはできるのがやはりそういった機関でお仕事されている職員さんたちなわけなんですけれどもその3箇所で担当してくださった3名の職員さんすべて意見が一致していたんですね。 いただいた回答としては、まあ、常識の範囲内である程度のお金のやり取りは大丈夫なんじゃないかということでした。動物の譲渡において、動物の譲渡とか販売とか、つまり個人でも人、ん個人でもお店でも何でもいいんですけど、他者に動物を渡すにあたって、渡すっていう方は乱暴だ。今、譲ると言いましょうか。譲る。 ということにあたって、原則利益を出してはいけないんですね。そこで利益を出していい人っていうのは決まってて、第一種取り第一種動物取扱業に登録していて、その中でも販売の許可を取っている事業者のみが、生態の譲渡にあたって、利益を受け取ることができます。 もちろん私もこのお店をやるにあたって必要な経歴っていうのを証明してさって保健所さって保健所埼玉県はえっと各管轄の保健所の保健所長所長さん一番偉い人の名前で許可を得るんですね確かちなみに東京都はもう東京都知事の名前で 許可書を発行されると思うんですけど埼玉県はあのー、管轄の保健所なんですよ。まあ内容としては同じなんですけど、自治体によってちょっと取り扱い方が若干違うってだけ内容全く同じです。私は去って保健所から、えっと、訓練と保管の2つで許可を得て営業しています。あつまり販売の許可を得ていないので、 保護犬の譲渡にあたって絶対に利益を出してはいけな,い,けないんですね。なのでまあ最低限というかかかった実費のやり取りちゃんと実費の項目を明確にしてお代を請求する際は請求すべきなんですけどこれも内容って本当かどうかわかんないじゃないですか。 私はその上等にあたってお代優を里親様からいただく際に私が作った明細書っていうのをお渡ししてますので病院からもらった医療実費の領収書とかっていうのは私の手元で保管していますなのでその明細書に書かれてる医療実費っていうのがそれが本当にかかったお金かっていうのはぶっちゃけわかんないんですよねもちろん、 人と人、大人と大人同士なので、もうそこは、もう1円単位で全部確認して、あのー、明細書を作って、本当に私は、かかった実費の一部だけ、医療実費と、あとは交通費かな、そこくらいの請求をさせていただくんですけれども、そこでお金の取りすぎっていうものは、はっきり言って存在しないんですね。 先ほど申し上げた通り、常識の範囲内でお金のやり取りをある程度することは、保護動物の譲渡においても可能ですよっていう話なんですけど、これもまたあの3箇所に電話して3名の担当の方から同じ回答をいただいたんですけど、譲渡する保護主さんと、あの、里親で迎える里親さんでちゃんと相談して、お互いの意見がちゃんと言って、 して同意のもとお金のやり取りをするのであれば実費以外にも例えば上あの支援金とかそういう名目でお金のやり取りをすることも可能です内容を明らかにして同意のもとでお金のやり取りをすればそういったお金はまあ多少余分に取ったとしても利益には当たらないってことでいいのかな 確かに保護犬、生き物なので、保護犬、保護動物、生き物なので、あの、お世話するには、絶対にお金がかかるので、実費以外にも、そのお金にかかった、うんお世話にかかったお金ということで、寄付金という形でお金を募ることも、まあ、なんとなく理解はできるんですけど、あそこで仮に、お世話にかかった、その、光熱費とかご飯代とか、そこ、 のお金よりもいただいた寄付金の方が金額的には大きくて実質的に利益が出たとしても双方の同意があって円滑にお金のやり取りがされているのであればそれは第一種動物取扱業の違反には当たらないという風になりますなので里親として迎えるにあたって 譲渡金が一律何万円って指定されている場合には、なるべく内容を詳細に聞いておいた方がいいんじゃないかなというふうに思います。そこでお互いの同意があればお金を取りすぎてるっていうことは基本的に起こらないので、そこをはっきりさせた上で、お互いに納得して同意のもとにお金のやり取りは必ずするようにしてください。 ちなみに最近生態販売をやめてペットショップで保護犬の保護犬保護猫の譲渡活動をしているっていう店舗も増えてきてると思うんですけどそういうところから動物を譲り受ける場合にそれと抱き合わせで数年分のドッグフードの契約をさせられたりとかその場でペット保険に入らないとダメとかそれも全然違反。 とか犯罪行為とかそういうことは絶対にないので悪いことではないんですけど後から後からいろんなのでものすごいお金を請求されることがあるのでけどもこの子を迎えたいって決めたら後から後からお金がかかるってなっても断れないじゃないですかなので本当にその子に決める前にもお金の話っていうのはどこから迎えるにあたっても絶対にするように していいいいたただきたいなという,ふうに思いますこれは私個人の意見ですけれども保護動物の譲渡にあたってどんなにお金を取ろうとも他の組織とか活動されている個人の方をお金の関係で批判することは絶対によくありません。そこについては本当に事前に相談して同意のもとにお金のやり取りをするようにしてください。 今回は以上になります。チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。また次回もよろしくお願いします。ありがとうございました。